どうもこんにちは。気がつかないうちに武器のリコイル調整が入ったような気がする。今日この頃久しぶりに M4 を使ってみるとかなり使いやすく変更されてました。他にも変更ありそうな武器ちらほら。体感でしかないので自信ありませんが、パッチノートに変更点書いてほしいです。話変わるんですけど、今期はバイスコ好きなのでよく使ってるんですが、6倍スコープって使いにくくないですか？拡大しすぎて見づらくなる。4倍のスコープは打ちやすいから余計に6倍スコープ敬遠してたんすよ。たまたま今使ってるスコープ使い出して、他の6倍よりかなり見やすいんですよね。倍率もブードゥーより小さい気がするし、敵になって調べてみるとタルコフで表記されてる倍率とゲーム内での倍率は結構違うみたいです。タック30はゲーム内表記4倍のスコープなんすけど、本当は 6.3 倍あるみたいです。今使ってる PS320 はゲーム内表記6倍なのに、タック30と同じくらいの 5.9 倍みたいです。意味わかんね。ちなみにブードゥーは11倍ありますね。はい、他のサイトもまとめたのディスコードサーバーに貼ってるので気になったら見に来てください。宣伝。倍率だけ考えるとブードゥー使いづらいけど、構えるのは若干早い気がするので、そのあたりで差別化できそうですね。ブードゥーレイザーとかの高いやつ構えるのわずかに早い。ここ装備隠せるんでおすすめとか言ってたら複数人来ました。電源あたりにいるっぽいです。今期はライトが強いみたいなので、どんどん使ってみてください。前期のライト複数コナミに明るいです。距離によりますとこちらのシルエットすら見えないことも。敵視点だとこちらを見ることなく死んでると思います。インピークと組み合わせても競争でした。あと一人いい感じの距離まで近づいてライトで勝負。いい感じですね。さっきは第2出たサイトの構える速度でも見てみますか。ブードゥーと PS320 で比較します。唐突に始まる検証。6フレームだけ早いっぽいですね。前期は高額のバイスコ以外はもっと遅かったんですけど、6フレームぐらいなら気にせずに戦えそうですね。今の戦闘、敵にロックされてる時はしゃがみで無敵ピーク、20m から 30m で使うと強いのでおすすめです。動画内ではヘッドショット外してましたけど、敵視点だとこんな感じで見えます。慣れればもっと早く動けると思います。フレンドさんが慣れていないみたいなので、また後日解説動画出そうかな、出したいなって感じです。気長に待ってください。一人アサリ忘れてました。短すぎるのでもうちょい。ここにいるってことは D2 バトルです。モラナのイベント来てから待ってる人少し増えました。見えやすい。変な方向向きながら撃つな。危ねえだろ。頑張れよ。別のレイド。ここでリーンするといい感じに。奥が閉まってると安心します。はあ、そこで待つならイングレ使えばいいのに。扉から顔出すと死にやすいので諦めて帰りましょう。と思ってたら突っ込んできました。パニッシャー頑張ってね。次。さっきから結構待たれてますけど、 D2 は丁寧にクリアリングしていけば案外不利にはならないのがいいところ。気合じゃないです。ここリーンすればロンブから撃たれなくなります。ミスりました。敵を一回視認してから撃たないとですね。適当はダメだ。有利壁取りに行きましょう。よしよし、こっからまず敵を視認しないとですね。相当奥にいそうなので見えるかな。見えない。撃ちすぎ。暗い。少しでも見えれば返せるんだけど。見えっすね。玉下の方から飛んでますね。お服だ。立ち上がるの待った方が良さげ。リロード待ちましょう。手が
痛い。腕ちぎれてそう。やっと動きそう。チャンス。こんなに撃たれたの初めてだ。ってことで終わります。みんなもD2機をつけてね。ではでは。